こんにちは、ゆめです。今日はウォーロンの伏線上、槍にかけし誓いやってみたいと思います。長運の良運の志、これをクリアしたら出たところなので、槍にかけし誓いというタイトルもあって長運のステージかなと思います。前回ちょうど伏線上で長運が高尊さんの元を離れたというところだったので、そこからどうやって劉備のところに、これまで多くの貴様の恩恵、あ、違う、長運と戦うの、殻を破るには至らず、天に昇りゆく竜よ、胸を借りるぞ、貴公の竜、そんなものではなかろう、長運と逆に長かなと思った。戦うんだ、長運と。長運ね、話しかけるのかなと思ってね、突っ走ってたらいきなりやられちゃった。誰であろうと手加減はせん。いきなりそれか、やられた。長運強いからね。だけど長運と戦えるのはすごく嬉しいですね。かわせると思うな。早い、思いっきり超運の技やもん。やったことある。こんなものではなかろう。強攻撃を受けないと、強いよ。技をいっぱい持ってる。強い、超強いです。クッコちゃんめちゃくちゃ硬くない？さっき一瞬戦ったじゃん、超運。硬いんです。いきなり目の前でそれ使われたら避けられるわけないじゃん。一発目のやつが当たるとか、そんなものではなかろう。使ってくるね、赤いの。
削ってきたよ。あ、痛い痛い。やった、倒した。さすがな、拙者の目に狂いはなかった。拙者の目に狂いはなかった、かっこいい。で、話す、ちょっと話す。死力を尽くしてもかなわずか。感服した。分かち合った麒麟の輝き、それを信じて拙者は戦い続けよう。そしていつか気候に劣らぬ宗師になってみせる。あ、なんかもらった。神獣の過去が追加された。今回はなんとまさかの趙雲との1対1の戦いということでびっくりしたんですが、趙雲かっこよくてさすがだなと思いました。最後に神獣の過去ももらったので、麒麟が少しパワーアップしたのかなと思います。すごく楽しかったです。またゴーロンの動画いろいろと上げていきたいなと思いますので、よかったらチャンネル登録お願いします。見ていただいてありがとうございました。